この熱々のレンコンに混ぜ込むことによってマジで味のなじみが良くなりますんで。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、もう作り置きしておくとマジで便利なシャキシャキレンコンのピリ辛ナムルの作り方を紹介させていただきます。レンコンを電子レンジでさっと加熱してチャチャチャっと調味料を混ぜ合わせるだけでめちゃくちゃ美味しいねレンコンナムルできるんで、これは覚えといて損ないです。おかずやおつまみに抜群。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらレンコン約 200g、 そして白ネギが1本ね、この真ん中の白いとこだけ使います。はい、こちら味付けの調味料、ごま油大さじ2杯、お塩小さじ1/2杯、コチュジャン小さじ1杯、おろしにんにく小さじ1杯。材料は以上でーす。はい、まずはこちらレンコンの皮をぐるっとね剥き取ってください。はいよー、ぐるっと剥いちゃいます。そしたらレンコンを切り分けていくんですが、まずは縦半分に、はい、ズボッと切っちゃう。そして食感がねちょっとある方がいいので 2〜3mm、 気持ち分厚めですね。はい、こんな感じで全てスライスしていってください。あんまりペラペラに切りすぎるとね食感がなくなっちゃうんで、だいたい 2〜3mm で、はい、こんなもんねポンポンといっちゃいましょう。よいしょ。そうしましたらこちらのレンコン水につけておいて、まあ5分ぐらいで OK かな。アク抜きしちゃいます。はい、こんな感じでね水につけといてください。ほんとシャッキシャキのレンコンのね食感は最高なんで、これマジでおつまみやねご飯のお供におすすめなんで作り置きしちゃってください。最高です。よいしょー。よし、じゃあアク抜きしといてくださいね。はい、お次は白ネギ、こちらみじん切りにしていきます。はい、白ネギみじん切りするときはこんな感じでね斜めに切り込みを全体的に入れてください。半分ぐらい切り込む感じで OK です。はい、そしたらくるっと反転させる。こっちからも同じように切り込みを入れると。はい、両面から切り込み入れたら、もうあとは端っこからね、ザクザク刻んでいくだけ。別に細かいみじん切りじゃなくていいのでね、もう適当に刻んじゃってください。はいよー、こんな感じでね、白ネギはすべてみじん切りにしちゃいます。はい、こちら5分ほど水につけてアク抜きした状態のレンコン。これね、耐熱ボウルなどでやるとめちゃくちゃ楽です。そしたら一旦ね、お水を切ってください。はい、こんな感じね。もう水をざっくりと切る。そしたらこの状態で、まあ蓋やラップをして、電子レンジ 600W で3分加熱して火を通してください。はいよー、レンチン。はい、こちら、今レンチン3分してきました。そしたらこの熱々のうちに味付けしていきます。そうすることね、ぐっと味が馴染むんで、白ネギをすべて入れてください。そして、ごま油、お塩、コチュジャンもすべて入れちゃう。はい、ニンニクね。たったこれだけ。あとはこれをしっかりと混ぜ合わせて全体的に絡めちゃってください。この熱々のレンコンに混ぜ込むことによってマジで味の馴染みが良くなりますんで、しっかりと全体的に調味料を絡めたら OK。 あとはこのままねちょっと粗熱を取っていただいて冷蔵庫で保存しておけば、まあ 2〜3 日は作り置き OK ですし、マジでご飯が進むねお供になるシャッキシャキのレンコンナムル、もうつまみにも抜群ですよ。はい、 OK かな、こんなもんね。はい、いい感じに全体的に絡んだら OK。 じゃあこのまんま粗熱取り除いてください。もうこれで完成です。はい、完成。こちらね粗熱が取れたらすぐ食べていただいても美味しいんですが、できたら6時間ぐらいはね冷蔵庫でしっかり冷やしてなじましてください。そうするとこのネギのね嫌な辛みなんかがまろやかになって、もうさらに美味しくなります。それではキュームポーいただきます。ーもう最高。もうレンコンもシャッキシャキで、このネギの美味しさとごま油の風味が効いてマジでうまい。いやもうなんといってもね、レンコンをチンして調味料を絡めるだけであっという間にね作り置きできるこのレンコンナムル、本当におかずやおつまみに抜群なんでマジ作ってください。あ、ほんま食感最高やわ。いやこれやったらなんぼでもご飯食べれますしね、お酒も進んじゃう。ちょっと危険なね風味と刺激が加わって、もうシャッキシャキのレンコンナムル抜群です。うますぎ。